毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。お隣さんは、世界の電気自動車市場で上位に食い込んだと自慢しているのですが、中国市場では、EV が69台しか売れず、悲惨なことになっています。ニュースの詳細。韓国国内の電気自動車販売台数は、世界で7番目に多いことが分かった。韓国自動車研究院によると、今年1、9月の国内電気自動車販売台数は7万1006台だった。前年同期の3万6268台と比較して 96% 増加した。世界の1、9月の電気自動車販売台数は301万2579台で、年間販売台数が300万台を超えたのは初めて。電気自動車販売台数トップは中国だった。中国市場では、1、9月に175万6319台売れ、調査対象国のうち最も多かった。次いで、米国27万2554台、ドイツ24万3892台、英国13万1832台、フランス11万4836台、ノルウェー8万4428台の順だ。量産車企業のうち、電気自動車の販売台数が最も多いのはテスラ62万5624台で、上海車41万3037台、フォルクスワーゲン28万7852台、BYD 18万9751台がその後に続いた。現代車グループは15万9558台で5位だった。現代車グループは今年、アイオニック5や EV6 など電気自動車の新モデルを出しながら市場を拡張している。自動車研究院は、現代車グループは、昨年、ポーターに EV、ボンゴ EV を販売したのに続き、今年も新モデルを発表し、電気自動車の販売増大に注力していると伝えた。自動車研究院は、競争が激化するグローバル電気自動車市場で、韓国の位置づけを強化するには、車載用半導体の需給安定化とバッテリーの信頼性確保、内燃機関の部品企業の事業転換が必要だと強調したとのことです。あかん。お隣さんは政府主導で電気自動車の普及に力を入れています。世界での電気自動車販売台数が7番目だったと自慢しているのですが、売れているのはお隣さんの国内だけです。お隣さんの自動車企業は中国でのシェアを失い続けていて、2020年のシェアはわずか 3.5% しかありません。2021年は月次で 3% 未満で推移しています。この悲惨な現状を打破するために、現代自動車とキア自動車は第中国戦略発表会ライジングアゲインフォーチャイナというプランを立ち上げ、世界最大の自動車市場中国を再攻略する意思を明確にしています。そして中国市場攻略の柱を電気自動車と高級車として、電気自動車の新車を随時投入したり、現代自動車の高級車ブランドジェネシスを大々的に売り込んだりしています。ジェネシスの方はなんとか売れているみたいですが、電気自動車が悲惨なことになっています。セダンタイプのミストラ EV が2021年3月から9月でわずか69台しか売れなかったんです。2013年に発売された先代のミストラは年間10万台売れたので、現代自動車はその EV 版にも自信を持っていたのですが、約7ヶ月で69台しか売れていません。一月に10台しか売れなかったことになるので、かなり悲惨です。現代自動車は2021年の中国市場での年間販売目標を56万台に設定していました。しかし9月時点でその目標には遠く及ばず、販売実績は25万台です。セールスの達成率は 44.6% に過ぎません。このまま推移すると、2021年は33万台から34万台がやっとというところでしょうか。グループ企業であるキア自動車のセールスもいまいちで、2021年の販売台数は大体10万台になるだろうと見られています。現代自動車とキア自動車を足しても50万台を下回ることになるので、中国市場でのシェアがさらに下がることは間違いないんじゃないかな。ちなみに、お隣さんの主力産業は中国の鉱物や部品への依存度が高く、世界で
最もチャイナリスクにさらされています。尿素水不足でこのリスクが顕在化したわけですが、自動車生産も危機にさらされています。代表的なのがマグネシウムです。マグネシウムは主にステアリングホイールや燃料タンクなど自動車の重要部品の製造に使われています。隣国政府と自動車業界が調査した結果によると、現代車、キア車が保有するマグネシウム在庫は 1.5 ヶ月分なんだけど、大部分のマグネシウムを中国に輸送しているので、中国政府が40から50日通関を防いだだけで、自動車産業全体がストップしてしまいます。ただ、これは日本の自動車企業も同じような状況です。現在、中国は全世界のマグネシウム供給の 85% を占めているので、輸入先を多角化しようにも限度があります。自動車業界は半導体不足に苦しんでいるんだけど、2から3週間以内にマグネシウム不足による二重苦に見舞われるだろうと警告をしている関係者もいます。こちらがお隣さんの反応です。私たちの現代車は最高です。電気自動車の時代になり、世界のトップを走っている。現代がすごいのは単一ブランドでかなりの販売台数を誇るという点だ。フォルクスワーゲンはグループ内に異なるコンセプトのブランドが10個もある。電気・水素自動車をしっかり作って、次世代自動車ブランドは我が国の企業が主導してほしい。すでに中国の半導体供給不足で車を注文すれば6ヶ月もかかる状況だ。中国の報復で我が国の経済が滅びてしまう。中国に全て奪われる前に北との交易が早く正常化するようにしてください。北には豊富な地下資源が期待できるので、どの国よりも早く抑えないといけない。中国の夢を見るムンジェインと共に民主党は大韓民国の韓です。中国は広大な土地に資源が豊富に眠っているけど、我が国の土地は小さく、土地には資源がほとんどない。距離が近い中国は価格も安く取引するメリットがあるのだろう。しかしデメリットがとんでもなく大きい取引です。レアアースは代替する国もなく、マグネシウムは全世界の8割が中国で生産されている。精錬には多くの電気が必要だし、汚染物質は一般鉄鋼に比べて15倍も発生します。韓国車だけでなく全世界の自動車メーカーも非常事態。特に世界で一番電気代が高いドイツは今マグネシウムノイローゼにかかっています。輸入先を多角化しようと言っているが、簡単にできるわけがない。企業は一流、国民も一流、しかし政治が三流なのでこんなことになる。国土も小さく人口も少ない5000万の国からこのような成果が出るということを祝福しなければなりません。これからの活躍に期待しています。以上が国民の反応です。中国市場でお隣さんの自動車企業がシェアを増やすことはなく、スマホと同じようにやがて 1% を切ってしまうんじゃないかなって思います。最後まで見てくれてありがとうございます。